熱血コンサル基礎産業。債務超過の状態でも融資は受けられるのでしょうか。初めて事業計画を作成することになり不安ですという質問です。これはね、債務超過だから融資が出ないってわけじゃないんだよな。もうウルトラ債務超過っていう会社なんかいっぱいあるのよ。俺がH 銀行というか信用金庫時代と H 銀行時代で取引があった会社で、飲食業なんだけど年商が4000万ぐらいかな、4200、300ぐらいだったと思うんだけど、債務超過が3500、600万ぐらいあったんだよ。資本金が1000万だから、要は、売上と同じぐらい債務超過があったっていう会社があったんだけど、結局融資は出るんだよね。これなんでかというと、債務超過の中身が借り入れじゃないんだよな。役員に対する、給料、役員給与というか役員報酬か、役員報酬の我慢してる分がずっと積み上がってんだよね。で赤字になってるという状況のものは、基本はその要は資本見合いとして見るので債務超過ではないという、そこを差っ引くと債務超過ではないっていう形になるから、融資が全く出ないってことはないってことでね。あともう一つ、その債務超過だからその融資が出ないというよりは債務超過の中身が大事なんだよね。これ俗に言う赤字資金ってよく言うんだよ。最近建設業なんか多いんだけどね、うちは赤字になってる要因、例えば原価が上がってきてるとかね、収益構造を今から変えないといけないと。でもそこを出血するのはするじゃない。だって売上がその要は固定費以上にしっかり立たないから、だからそこの部分で当面の間は赤字が続いていくから、そこは返済のない資金っていうのはやっぱりどうしてもいるのよね。それを入れた上でその新しくその要は事業を起こすというか、新しいことをやるための資金っていうのを別に起こすっていうやり方を進めるっていうのがありかな。債務超過だからといってそれをほっとくっていうのが一番まずいんだよね。債務超過を放ってるとそのずっと病気が進行しちゃうというかね、それでその資金が枯渇しちゃってみたいなことになるから、次の資金が打ちにくいみたいなことになるので、お金があるうちに融資は申し込まないといけないっていう一番いい例だと思うよね。まとめると、その債務超過の中身が大事っていうことと、債務超過であるからしてその変えようとしてるというか、赤字資金とその変えるための資金っていうのを分けてちゃんと銀行を説得すれば、ある程度の対応ができるんじゃないかなというふうには思いますけどね。役員借入金が原因ではない場合の債務超過でも融資は出る可能性はありますか？出るよね。俺だってあれよ、1億5000万ぐらい債務超過の会社に2000万融資投資があるからな。これはね、業態から考えるともう今この事業をやってるってどうなのかなっていう内容の業種なんだけど、これをね、何が良かったかっていうと、その顧客維持率がすごいのよ。 98% ぐらい維持するからね。安定した売上が立てば立つほど安定するその業態だから、それのFC 化みたいなことをやったことがあるんだよね。要は市場変えたんだよ。個人に売るんじゃなくて法人に売るっていうことをやったんだけど、でその時にはやっぱり債務超過の会社だったんだけど、やっぱり銀行ももう半年ぐらいやっぱいろいろ段取りしたんだよね。テストマーケティングで自分のところがやりたいっていうような会社にその教えて、ロールモデルを作って、でそれと同じようなものをそのうちのお客さんにも売っていきますよっていうことで、法人を相手に資金を調達するっていうことをやったからね。でそれで収益がこういうふうに上向きますというような計画を立てて融資を通したっていうことがあるので、一概にその同資赤字構造なのかっていうところを掴んで、それを打開するためにこういうことをやりますということが分かりやすかったら、基本融資は出るのかなというふうに思いますけどね。債務超過に陥ってしまった場合に、例えば何年以内に債務超過解消できるとか、そういった基準で銀行側が融資の判断することはありますか？格付け基準でいくと、3年ってところが多いのかな、債務超過解消年数が。でかつその長期債務償還年数が15年以内よね。長期債務償還年数っていうのは、その固定資産から自己資本を引いたものを収益力で割った時に15年以内に収まると。この2つが大事になってくるよね。だからその債務超過になった時点で一応要注意先になるのよ、どこもね。でも要注意先と要は破綻懸念先の間、要は
ここのせめぎ合いっていうのは計画でなんとかするっていうケースが結構多いから、だからそこの部分をうまく計画を作って通すと。でその計画っていうのがやっぱり実行可能性の高い計画じゃないとなかなか難しいっていうのが一つと、やっぱりその自分ところだけでやっぱり立ち直るっていうのが難しいから、いろんなところとアライアンス組みながらその資本増強しますとかね、そういうふうなこともやりながら資金を引っ張ってくるっていうやり方がまあオーソドックスなやり方なんだろうと。要は本当の債務超過の場合はね、そういうやり方が必要だと思う。何が言いたいかというと、資本を作るっていうことも大事なんだよね。債務超過だからって言って全部銀行頼みにしとくっていうのはちょっとまずいかなと。でも よそからやっぱり資本を受けたりとか社債で引き受けたりとかね、そういうことをすることによって現金の確保もやってると。でそこに対してやっぱり新しいこう支援を仰ぐというところに対して、まあ融資をしてくれっていうことであれば、まあ比較的そのリスクは低くなってくるから、まあ出やすくなってくるのかなというふうには思いますけどね。債務超過に陥った時に起死回生を図って新規事業に手を出してそのまま失敗して自分の首を絞めてしまうというケースも多々あると思うんですけれども、そうは言っても既存の事業がうまくいかない場合には新しい事業にも取り組まないといけないとは思います。山本先生としたらどのように進めていくのがいいと思いますか？これはもう一つしかないんだよね。お客さんを要は変えずに新しい要は事業をやるという、A を持って B ができますかみたいなことをよく言うんだけど、一番難しい商売で一番難しいのは集客なんだよね。もともと集客してあるお客さんに新しいことを売っていくっていうのができるのであればそっちから行った方がいいよね。そうじゃない場合っていうのはやっぱりその集客に先お金かけとかないといけないんだよね。お金がかけれないんであれば、まあその要は SNS しっかりやってね、労力でそこを補っていくしかないんだよね。だからそれをやっぱりいかにこうやり込んでいくかと。集客がやっぱりできているところに対して新しい事業を起こすということをやらないとうまくいかないよね。まあだからそこの部分が最初からゼロから集客することに対してお金をたくさん突っ込むっていうのが一番まずいやり方なんかなと思いますけどね。今回のケースでいくと新しい事業をやるところで全然その突拍子もない今から集めるみたいな事業っていうのをやるっていきなりそこへ行くっていうのはまずいと思うよね。やっぱり今しっかりそのためにしっかり集客磨いとかないといけんのよ。集客を磨くためにはその集客をもとにどういうその商材、先に商材を組み立てといてその集客をするっていうことが大事なので、そこの部分に関してはね、今1万2000円毎月かかるんですけど、メンバーシップやってます。で4人から5人1組なんですけども、もうおかげさまでねだいぶ集まったよ。40人以上集まってんのかな。もうまだまだ集まってくると思うね、このペースでいくとね。ありがたい話なんですけども、いろんな人のその集客手法であるとか勉強してきたことっていうのもディスカッションできる場もあるので、ぜひ一度ご参加いただけたらというふうに思っております。それと今原油がね高騰してから新しい融資の制度も出てくるだろうから、やっぱり今までちょっと融資資金調達しよう思ってなかなかうまくいってないとかね、新しい制度も使えるんじゃないんかとかね、そういったことでお悩みの方がいらっしゃれば、この上の電話番号か概要欄にリンクを貼っておきますのでよろしくお願いします。